ということで今日は噂の丸の内 OL レイナさんに来てもらいました。はじめまして、よろしくお願いします。はい、このね、はい、チャンネルで、まあ、こう対談させてもらうときは、お金のことをですね、はい、赤裸々に聞かせてもらうっていうのをやってるんですけどすごい儲かってるって噂を聞いたんで、はいはい、そこのお金事情を聞かせてもらいたいなと思うんですけど、はいはい、もちろん、もう私、はい、マジで NG ないので、マジで NG ない、何でもおしゃべりできます。何でもしゃべれる、はい、何でも聞いていただけたらと思います。すごいですね、NG ないって言われるの初めてですねで、レイナさんはそもそもなんで、はい、きっかけとしては、はい、なんでこういう YouTube を始めようと思ったの？ YouTube は、私 YouTube で一切収益を取ってないんですよ。収益取ってないです。取ってないです。だからどんくらい再生数が伸びても広告をつけてないので。あ、つけてないんですか。なんでつけないんですか。やっぱそういうちょっと大人向けコンテンツなので、収益があまりつかないっていうのと、バンされやすくなるので、その危険性をちょっと。危険があるんですか。そうですそうです。広告をつけると。広告。危険とかあるし。誘導メインで使っているので、自分のブログをやってまして、そこに誘導するために YouTube を使おうかなと思ったのが一番最初のきっかけです。あ、そういうことなんですね。はい、じゃあ YouTube は別にアクセス稼ぎみたいな。あ、そうです。もう SNS、なんか Twitter と一緒みたいな感じです。使い方的には。なんでそんな風なことを思ったんですか。なんかなかなか普通そういう発想ってないと思うんですけど。うん、なんか YouTube がまだ流行ってない時期に、あ、これ一番誘導として、使いやすいなって、動画を見てこの先の動画が見たい人はっていう風なプラットフォームとして一番いいなと思ったので、YouTube を使わせてもらいました。なんかマーケティングの人みたいですね。マーケティングのプロみたいですね。そうですね、よく言われます。もともとアフィリエイトとかやってたの？アフィリエイトもやってました。だからですね。そうです、 YouTuber、 OL はもちろんやってるんですけど、一番最初はアフィリエイト出身で、そこからユーチューバーになったって感じですね。それはじゃあもう詳しいですね。僕ももともとアフィリエイトなんで、はい、そう誘導だったりとかね、うんうん、どこでコンバージョンするかとか、うんうん、そういうのはすごいね、考えてるんですけど、はい、じゃあ一緒かもしれない。そうですね。そこからで始まったわけですね。はい、はい、そうですね。そこから今のこのなんかピンクビジネスなんですか？うん、そう、ピンクビジネス。ピンクビジネスっていうんですか、あれは。はい、それをやろうと思ったきっかけは、アフィリエイトをやってる時に、うんうんうん、やっぱそのピンク系のコンテンツってやっぱアクセスがすごいなって思いまして、でそれを自社コンテンツにしたらめっちゃ売れるんじゃないかなと思って始めました。面白いですね。めっちゃ売れたんですか？売れました。飛ぶように。いや、最初の1年とかでもう1億ぐらいいってたので、なんかゾンって伸びて。月に？あ、年間です。年間1億、はい、それで年間1億稼げるんですか？そう、最初の、そう、なんか最初の勢いが良かったので、あ、これ伸びるかもしれないと思って、もうちょっと力を入れようと思ってやってみました。具体的にはそれどういう仕組みなんですか？YouTube から。そうです、 YouTube で、まあ、例えばこういう風に動画を撮りました、うん、で最後の方に、実は私あれを装着してこの場にいました、うんうん、そのなんか真相を知りたかったら私のブログに飛んでください、うん、その後の動画が見れますよって言ったので買わせるって感じです。うん、ブログに飛んでどうなるんですか？ブログに飛んで、うん、その動画が見たかったら決済システムを入れてるので、うん、そこで決済してもらって、うん、動画を、まあ、パスワードが送られてくるので、うん、それで見れるみたいな。はぁ、すごい仕組みですね。そうです。で、それ激しいんですか、内容は？内容は、うんうん、激しいです。激しい。なんか今の意味深だった。いや、ピンクです、めっちゃ。あ、そうなんですか。内容ピンクですね。でも規制に沿ってるので見えたりとかはないです。あ、見えたりはないんですか？ただ、そうです、下の映像が見えたりっていう、そのもう生々しい感じではないかな。あ、そうなんですね、うん、じゃあ一応なんか一線は保ってるわけですね。そうです、ずっとあります、その一線は。うん、それでもなんですか、そんな売れるもんなんですか？そうですね、なんか私はずっと売れ続けてて、でも基本一人でやる動画か、うん、女性しか出ないんですよ。男性とするっていう動画は一切売ってなくて、なんか売れてます。すごいですね。そうやって自分の、うん、まあ、そういうところをね、はい、なんかさらけ出すのって、なんか抵抗とかってなかったんですか？私あんまりなくて、なんかそれが
逆に興奮だったというか、はそういう自分の姿を見てもらって、うん、なんかより高まってきて、もっと動画出しちゃおうっていうのが楽しくやってたかな。楽しいことを仕事にして。お金儲けじゃなくて趣味なんですか？あ、そうですそうです。あ、趣味ですか？そう。でも全員に見られてしまうと立場なくなってしまうので、うん、購入してくれた人にだけそういう自分のプレゼントしようみたいな、出回らないために金額を設定してるっていうのもあります。1回いくらぐらいなの？一動画3000円です。あ、結構高いですね。そうなんですよ。何分ぐらいですか？尺尺は30分ぐらいなんですけど、それとサブスクで会員制のモデルがもう一個あって、月額、まあ、ビジネスの話ね。あ、すいません。サブスクリプションがあるって。そうやって、ね、YouTube を主に集客元にしてるわけですよね、はい、YouTube から自分のところに飛ばして売ってるわけだと思うんですけど、うんうん、そのもなんていうんですか、仕組みは自分で考えた？誰か大人がいたんですか？いや、自分で考えました、いつも言われるんですけど、うん、本当に最初から一人でやってて、うん、で動画編集とかライティングも一人でなんか勉強して、うん、サイトも作ってって感じでやりました。全部そうなんですよ。裏に誰もいないんです、はい、めちゃくちゃなんかすごいセンスありますね。いやー、全然全然なんか、うん、それでちょっと、まあ、お金のこと聞いちゃうんですけど、はい、どれぐらい儲かってるんですか、ズバリ。今で言うと、え、これ本当にもう赤裸々に教えてる、これこれのルールなんで、赤裸々に、はい、言ってくれてます。わかります、はい。あ、みんな言ってるんですか？みんな言ってますよ。本当ですか？はい、3年間ぐらいあまり売り上げが変わってないんですけど、はい、まあ、年間5億ぐらい。やばくないですか？年間5億はい、ぐらいは。月4000万ぐらい儲かってるんですか？そうですね。利益で？です。もうほとんど一人でやってるので全部ですね。すめっちゃお金持ちじゃないですか、じゃあ。いやいや、もうとんでもないです。いやいや、とんでもないですよ。3年間で15億ですよ。そうですね、確かに。それお金どうして、何に使ってるんですか？何にも使ってなくて。じゃあ、いっぱいお金持ってるんですか？まあ、本当税金払ったりとかで半分ぐらい取られて。そうです。じゃあ7億5千万残って。でも私、全く物欲とかがなくて何にも使わないです。逆に使い方を教えてもらいたいぐらい。なんだろうな、家買ったりとかね。ああ、家買ったり、そう。そんな儲かってるんですね。はい、すごい。じゃあ、OL やんなくていいじゃないですか？あ、まあ、ずっと OL はもうなんか自分の決まりとして、それを やってるから今の売り上げがあると思って、そのコンテンツを楽しみにしてもらえてるって思ってるので、OL の仕事はずっとやり続けるっていうのを決めてます。なんか水会社の人知らないですか？いや、バレたりはたまにしてるんですけど、もう今は結構リモートなので。ああ、そうなんですか。あんまりそこまで突っ込まれないです。生々しいですね。生々しいかもしれないです。でもそんな儲かるんですね。はい、すごっ、うん、なんか私の中で YouTuber さんってもっと稼いでるイメージなんですけど。いや、そんな稼いでないと思う。今までいろんな人に聞いたんですけど、そこまで、みんなすごく稼いでるけど、そこまでじゃない。あ、そうなんですか。なんかじゃあやっぱりピンク系は売れるのかもしれないです。あと誘導がうまいんじゃないですかね。あ、これって競合の人出てこないですか？同じように真似して同じことやろうとする人いないですか？今はいっぱいいるみたいです。ただ多分今やっても伸びるビジネスではないので、やっぱ最初にやった人が勝ちかなっていう。先行者利益ですね。そうですね。なんで今やっても伸びないんですか？やっぱ人が多いのと、その人にこう価値があまりないというか、なんかエロいものだけを見たかったらエヴァを買えばいいじゃないですか。YouTuber だからエロいものが売れたというか、なんていうんですかね。なるほどね。あとそんなに YouTube でエロいことやってないんです、うん、日常の出したりしてるんですけど、うんうん、そのギャップ性みたいなのをすごい、ね、ビジネスとして誘導として作ってますね。じゃあもし仮に YouTube がバンされたら終わるんですか？はい、あー、どうなんですかね。確かに終わるかも。でもそんなにこのピンク系のやつを長くやろうと思ってなくて、うん、もう飽きちゃったので今他のことをやろうとして。あ、もう飽きちゃったんですか？飽きてます。結構もう全然動画も週に1本ぐらいしか上げないので。全員これから何やる？これからあの裏側の方が好きで、なんか物を作ることが好きなので、プラットフォーム結構いろんなものを作ったりして売ったりとかやってます。社長ですね、じゃあね。すごく、あんまなんかそういうセンスがある人って本当にいないんですよね。本当ですか？すごいあるんで。いや、もうやっぱ誘導するっていう発想があんまないんですよ。あ、そこで利益を取りたい。そうそう、キャッシュポイントどこなのかで、大体みんな YouTuber さんって広告収益とか案件をキャッシュポイントにする、はい、自社コンテンツに持ってくっていうのが
あんま発想がない。あ、確かに。なんかどっかから取られるのが嫌なんです。そしたら自分でプラットフォーム作っちゃえって思うので。そんな作っちゃえって作れる人があんまりいないからね。ちなみに、はい、僕一般的にそんなにお金持ってる女の人っていないと思うんですよ、はい、でよくいろんな女社長さんとかに相談されるのが、はい、自分より収入がある男があんまりいないから付き合う人があんまりいないみたいな、うん、あ、わかりますそれ。いや、うん、なるほど。で多分、うん、そう、レイナさんといえば、まあ、プロタンさんとそういう、ね、うん、はいはい、関係だったっていうのは多分動画とかでも発信されてますけど、うん、あれは本当なんですか？あれは本当です。もうずっと付き合ってました。ちゃんと大好きでした。はい、で私実際 OL もやってるので、うんうん、そのこっちの今のビジネスって趣味みたいなもんなので、うんうんうん、あんまお金を持ってる人と付き合いたいとかもなくて、うん、基本の普通の生活でいいので、プロタンさんといるときすごい楽しかったです。そうなんだ、はい、で別れちゃいました。本当に別れちゃいました。別れちゃいました。リアルです、別れちゃいました。うん、募集してましたから。どういう人がいいんですか？いや、日常生活あんまできないので、うん、結構髪の毛とか乾かしてくれる人。ああ。カセフさん雇えばいい。そんなお金あるんだけど。確かに。カセフさん雇えばいいんだよね。そう、洗濯物とかしてくれる人がいいな。ね、いっぱい雇えば。確かに。でもなんか男性にやってもらいたい。あ、でもいっぱい来るんじゃないですか、やっぱそれだけね。あ、いや全然モテなくて。いやいやいや。いや本当にもう。なんでなんですか？いや、わかんないです。なんでだろう。すごいもう募集してます。うん、いっぱい殺到すると思いますけどね。本当ですか、うん、DM 解放しましょうかね。じゃあ来るかな。DM でなんかそういう口説かれたりとかしないんですか、うん、やっぱそういうなんか、うん、YouTuber の人とか、まあ、タレントさんとかでもいいんですけど。口説かれたり、多分ちょっとそういう系のコンテンツやってるから口説かれるっていうよりは やりたいみたいなのがストレートに来る。そっち方面の方が多いかもしれないです。有名人も来ました。はい。それ聞いてもいいんですよ。使えないでしょ、だって絶対。いや、使えなくても聞きたいです。使えちゃってピースするんで教えてもらっていいですか？いや、でもオールジャンルいます。あの、お笑い芸人さん、俳優さん。一人教えてください。あ、本当に絶対ピースするんだ。前の芸能人か。え、何の名前なんだ。やばいやつがやりそう。普通に本アカウントできるやつ、そういう人。そうです。え、すごい。それすごくないですか？うん。え、普通に直接ストレートに。いや、なんかそうですね、そんなもうストレートです。すごいね。まあ、ご飯食べに行こうみたいな感じだけど、なんとなく、まあ、お家来なよって感じです。こういうことするね、みんなね。みんな攻めてるわ。すごい。そういうので返す、行くんですか？行かないです。あ、行かないんだ。バカなんですね。で、今サブスクリプション、はい、今月額課金のサービスもされてると思うんですけど、うん、それって僕すごくいつも言ってるんですけど、すごくいいビジネスモデルで、はい、やっぱ単発じゃなくて毎月収益が確保されると素晴らしいじゃないですか。確かに。結構いるんですか、そのサブスクリプションの会員って？います、かなり多いです。どんぐらいいるんですか？でもそれで月で4000万円くらい。でも黙ってても、まあ、コンテンツ更新してればそれだけ収入が入ってくるってことですね。そうです、そうです。すごいですね。だから全然動画は月に4本ぐらいしか上げないので、うん、すごい楽に生活してるような。動画1本でいくらって感じなんで、1000万とかでしょ、うん、になっちゃいます。すごいですね、うん、でどうしたらみんなその月額課金、いわゆるサブスクリプションに登録するんですか？新しいものはいつも提供するようにはしてます。飽きないように。人が飽きちゃったらすぐ退会するじゃないですか。それがあまりないので、あと新規も YouTube でずっと撮っていける形で、動画が回れば、過去の動画が回ればそのまま月額会員に入ってくれるっていう仕組みがもう出来上がってるので、今だからあまりか、あの、下がることがないなと思ってます。なるほど、ね、はい、やっぱじゃあなんかすごい、なんかあれなんですね、普通にセンスがあるんですね。多分そういうビジネス的な。いや、もともとじゃこの YouTube のその今のやり方をやる前、普通のアフィリエイトをやってた時ってどんくらい稼いでたんですか？あ、もう全然です。あ、全然稼げない。本当に月に5万いけばいいみたいな。そうなんだ、
だから、なんかすごいバリバリ昔から稼いでて、はい、これで当てたとかじゃないんですね。まあでも5万ぐらいしか行かなかったからすぐそのエロコンテンツに切り替えたので結構早かったかもしれません。半年ぐらいしかやってなくて、そのアフィリエイトっていうもの、はい、だから二十歳からやってますこのビジネス。すごいなんか飽きちゃいました。飽きちゃう、飽きちゃう飽きちゃいましたね。やっぱりエロはまあ寿命もあるなと思いながら、なんか新しいそのエロで稼げるっていうのは分かったので、うん、これから稼ぎたい人に向けて、うん、あの場所を提供していこうかなと思ってそれを作ってますね。あ、素晴らしい、はい、プラットフォーム側に回るわけですね。そうですね、そっちの方が楽しい。楽しい、いろんな人が登録するんですか。そう、あの有名なインフルエンサーさんとかを入れて、はい、やっていこうかなって思って。そういう動画を作らせて。そうです。あとはまあどっちかというと、まあ、そのサイトっていうよりはライブ配信とかそっち系に持っていこうかなと思います。はい、いろいろ作っちゃいます。いつできるんですか。リリースはあのまだもうちょっと先、2ヶ月先ぐらいで、あとテストしてすごい、ね、今年会社みたいな確かにすごいちょっとでもなんかイメージが変わってくれればいやもう経営者ですね。 ありがとうございます。でそういうプラットフォームはどうやって作るんですか。外注するんですか。そうです、一旦仕組み全部、まあ、自分の欲しいものを出して作ってもらいます。で高いんですか。いや、あの海外のとことかにお願いするので。すごい、なんかすごい言うと思ってるんですねなんかすごい社長じゃないですか、もう OL 社長みたいなOL 兼社長みたいな。確かに、でも OL はやってます、ね、本当はそこだけはやってます。やんないといけない。やんない。 OL はいつやんないんですか。結婚したらやめたいな、うん、結婚もしたいです。結婚とかしたいですか。結婚したいですけどできないですね、僕は。あ、本当ですか。なんでですか。なんですかね、そもそも彼女がずっとできないです、ね、あ、本当ですか。あ、それと人と付き合うってならないです。あ、そうなんだ、まあ、性格に問題があるんですいや、でもはい、はい、でも、うん、もうぶっちゃけその一般的な障害賃金をもう2倍、3倍稼いでると思うんですよね、はい、うんうん、それだけじゃお金があって生活って困らないと思うんですよね。確かに、そんなに無駄遣いしないけど、うんうん、これから何を目指す、なんかビジョンとか目標ってあるんですか。目標は新しいものを作ることが好きなので、まあ、それにお金をかけることもあるんですけど、うん、基本はだらだら引きこもって生活しときたいので、うん、貯金してだらだら生活したい。なんかちょっと他の人と違うかもしれないんですけど、そうですね。 YouTube はずっとやるんですか。いや、もうそろ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 やめるんです。でもみんな自分たちで商品を作って売ってるんですよ。案件とかの時代じゃないんですよ、はいはい、だからでもそういう意味ではレイナさん一番走りかもしれないですよね。だって自分のコンテンツを作って、別に案件とかじゃなくて自分で売るっていうのはすごいなんか一番逆に走りなんじゃないかなと思って、うん、一番最初からそれをやっていたので、ね、そうすごいですよね。今 P2C さんがめちゃくちゃ儲かって、はいはい、そしてインフレ